はようございます。おはようございます。はい、というわけで改めておはようございます。和音のゆさんでお世話になったんですけど、毎年ね、北陸のキャンピューカーフェスティバルの時に和音のゆさんにお世話になっていて、びっくりしたのが、去年までは悠々パークだったのに今年車飛びパークになってたっていう。しかし眠いです。そして今ね、ちょっと口もごもごしてるけど眠いです。はい、ガッチャがね、車中泊証明書のあれ返しに行ってくれたので、あとあれだ、鍵のね、ボックスの、やばい、眠くて口も回ってないし、あんま思考を停止してる感じの話し方で、はい、おはようございます。おはようございます。改めての改めてで、今3回目ぐらいのおはようございます。はい、ということで和音の湯を出発しますね。びっくりしたよね、悠々パークから車飛びパークになってた。ああ、そうなんだよ。一般の方も会員限定じゃなくて、みんなが使えるってことでいいんだよね。車飛びパークになったんだそうです。はいはい、はい、ちなみにね、和音の湯はこの、まあ、温泉アリーの、これ多分電車だよね。新幹線？新幹線だそうです。夜ね、別に音は気にならないです、私は。まあ、気になる人はね、朝気になるかもしれないけど。美味しいね。ね、美味しいけど、うん、多分後ろの席のお客さんだと思うけど、うん、ワンコが来る。違う、隣の建物の、まあ、そうなんだ、うん、なんかいるね、うん、うちは美味しいの食べてるんだけどね、うん、すごい狭い道を今歩いてます。でね、ゆうちゃんだったらここ絶対通りたくない道、すっごく狭い、狭さが通じるだろうかというか、伝わるだろうか。これあれだね、スマホ持ってもらって、内側両でこう広げたらどんだけ狭いか分かるんじゃないかな。なんかもう全体的に歴史を感じる雰囲気だね。この狭さを伝えたくて、ガチャが175ぐらいだから、こっちも175だとして、2.5 とか横幅ある？推測。まあ狭いよね。ちょっと通りたくないよね。でもウィングスパンちょっと長いんで、僕多分180ぐらいあるんで。おー、すごい、五重塔の屋根みたいなのも見えてて、これを見に来た。これ有名な、これね。あ、あれか。そう、こんなになってる。そう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 。で、これを見るためだけに金沢駅に来たかったので、もう用事済みました。あれ何ですか、駅の。ちょっと駅のよ、これ有名だよね。まあ、ちょっと近くまで行こう。分かんないから、近くまで行ったら多分説明書いてあるから。ああ、はい。ちょっと大きくて映りきらないな。かける5で撮り直してます。これだと全部映るね。こんな感じ。はい、今ね、このモニュメントの足元まで来てます。ほんとこれ見るために金沢駅に来てるからね。いいね、いいね、この感じね。で、これは何なんだいっていう話で、鼓門だって。この門は能や小林などに使われる鼓の調べる屋根を支える。はい、滞在時間40秒ぐらい。もう次に行きます。どこ？うん、決め
めてないんだよね。とりあえずユニクロでも行こうかね。なんでユニクロなの？いいね、この社員旅行かとかかな、ね、とかってなんかビルダーさん一行様とかだったらウケるよね。人数結構ある。はい、結構人いっぱいなので、でマイクも忘れちゃってるのでね、あんまりこんな感じの画角で。じゃあちょっとお店見てこようか。はい、いただきます。もう食べちゃうの？うん、昔風コロッケでございます。楽しみ。外でここで食べましょうか。回ってる？見る見る。これさ、コロッケって怖いのがさ、出してる最中にさ、ポロンっていきそうで怖いよね。それはやばいよ。いただきます。もういい香り。いただきます。あー、昔それだと思う。まんまじゃねえかよ。商品名まんまです。できたら、はい、全種類食べたいなと思ったんだけど。あー、ちょっとわかる気がするね。いろんな種類あったじゃん。そう、はい、なんだけど、もう最近さ、油も食べるとさ、お腹いっぱいになっちゃうね。はい、それもわかるよね。はい、いや、美味しい。ちょっとまだ食べていい？いつ来るんだか。金沢城公園にいるんですけど、今ね、目の前でね、裸の外人さんがね、バドミントンやってる。嘘。あ、でパンツは履いてるね。何？面白い。え、女の人は？女の人はね、上なんか着てるように見えるんだ。残念。あんなとこに櫓になっててさ、人歩けるのね。あ、本当だ。うん、ここ、ここね。そう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 、面白い。お昼ゲットしました。キサさんとともに。あのね、マイクがね、今回ね、忘れちゃったので、空声です。音が取れてないかもしれない。北陸のね、キャンピングカーフェスティバルは毎回ね、あの食券配ってくれて、ちょっと屋台で地元のキッチンカー楽しみたまえよっていうスタンスね。見て、手書きのメッセージ、Have a good day だって。いただきます。ちなみにトマト、クリーム、ソースが乗っかっているオムライスを選びました。わお、すごいふかふかです。ちなみに、こんな感じの世界観です。いただきます。香りゼロ。めっちゃいいスパイシーな香りしてる。のと豚ソーセージ。あ、のと豚ソーセージ。ええ、いただきます。今日はこれをいただこうと思います。復興天津飯なんて 80% 以上能登の食材を使い、収益のすべてを能登復興に寄付することを目的とした天津飯です。卵好きによる卵好きのための天津飯、なんかすごいですねこれ。開発者監修による特製醤油あん塩、美味しく能登支援ができる一品です。数量限定のため売り切れ次第終了となります。これは食べないといけないよね。いただきます。はい、ということでですね、復興天津飯をこれからいただこうと思うんですけど、実はね、あの1日目で売り切れてしまってですね、買えなくて、結果的に今日2日目
大雨の中ですけどもいただこうと思います。いただきます。わあ、いい香り。ではですね、ちょっとすごい雨の中ではありますがいただこうと思います。うわあ、トロトロですよ、トロトロ。一緒に乗せてね、いただきます。これは美味しい。あー、これいいよね。あの、すごい美味しくて、しかも地のものが食べれて、これがまた復興支援の方にも自分がね、お支払いさせていただいたところが回るって思うとなんか感慨深いですね。うん、美味しい。いろんな意味で美味しいよ、本当ね。うん、はい、これね、ガッチャの編集次第で私がワープしてるように見えるかもしれないし見えないかもしれないしという感じです。北陸キャンピングカーフェスティバル2日目のお昼です。お昼ですって言いながらね、はい、お昼なんですけど、いつもね、北陸でね、楽しみにしているこのお昼はですね、出店者にチケット、金券チケットが配られるんですよ。で、まあ、あの、地元のキッチンカーとか、今回で言うと輪島の朝市から出張出店しに来られているので、まあ、自分の好きなものを食べたまえよというスタイルなんですね。 なのでその決まったお弁当がなくて、まあ、食べたいものを選んで食べるっていうスタイルです。はい、で1日目はオムライスをいただいて、今日は雨がひどいから館内の輪島朝市でお目星つけてたね、スイーツをお昼にしたろと思って、自分へのご褒美でね、スイーツを、おやつをお昼ご飯にしようと思ってもう初日いたんですよ。で結局お昼をゆうちゃんに食べに戻ってきてるから雨に降られて、本当は館内で雨に濡れないように済ませられるじゃんと思ったんだけど、結局濡れてるやんみたいな感じで選んだお昼がこちら。はい、私が選んだお昼はアップルパイ、シフォンケーキ、コーヒーゼリー、そしてお気に入りボゴティアルグレーでございます。これね、お昼っていうとね、ちょっとわーいって感じだけども、まあいいじゃないの、ちょっとアフタヌーンティーみたいな感じでさ、いただこうと思います。ただね、全部食べれる気はしないから、残ったらちょっとお夕飯かなという感じで早速いただいていきます。で、1日目はお天気だったんですよ。2日目はね、なんかどうやらこの北陸石川が梅雨入りした宣言がニュースで出たそうで、今ももちろん雨が降っているっていう状態で、もしかしたらこの雨音に私の声が負けてる可能性があるっていう。まあね、いただきますよ。いただきます。いい香り。うん、リンゴのね、中のリンゴからね、お店で炊いてるのっていう風に教えてくれました。母方失礼します。うん、そしてコーヒーゼリー、このね、白いのはね、牛乳ゼリー。いただきます。うん、うん、うんうん、あ、コーヒーの苦味がね、美味しい。あ、ちょっとチュルチュルで救えない。すごい、あ、これこぼしそう、ちょっと待って。すごい琥珀色、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、琥珀色ね。うん、うん、昔ながらのって感じ、美味しい。今日ね、天気がもともと悪くなる予報だったから、そんなにお客さん入らないんじゃないかなって勝手に思ったんですよ。めちゃくちゃいっぱいお客さんいらしてますね。うん、ちょっと想定外で。ちなみに
まあちょっと食べながら話すのようですよね。まあ、ちなみに聞いてほしいんですけど、私たちよくキャンピングカーのこの展示会で、キャンピングカーショー、キャンピングカーフェアとかね、このキャンピングカーフェスティバルとか、で、雑誌ブースでお手伝いさせてもらってますって、雑誌ブースでお店番させてもらってますっていう時って、緑の旗がマークのキャンプカーマガジンブースでお店番させてもらってるんですよ。でね、まあ、今回もたくさんの出会いがありまして、たくさんの再会がありまして、本当に嬉しいの4文字でございますね。ではここから恒例のちょっと相撲を見ながらお昼休憩していきたいと思います。最近これなんか流行ってる、自分の中でなんだろうね。ちょっとこれをね使って遊んでいきたいと思います。早い、全然読めない。このね、立ち読みしまし、早いっていうの、立ち読みしてってっていう語尾なんだけどね、結構この語尾に反応して立ち寄ってくださる方がいらっしゃいます。昨日時間の関係で夜の高速を走ったのですが、ゆうちゃん過去最高の汚れ汚ね。